外出すると雨、傘を持ってなくてびしょびしょだ。いい夢が見られますように。僕の力を見せる。くらえ、これでどうだ。くらえ、
加減はしない。犯人はまだ到着していないみたい。ここは駅だから駅員に変装して待ち伏せしよう。遅い。サラマンダーは本当に来るの？そう。ならちょうど手間が省ける。おとなしく捕まって。そんな弱い攻撃じゃ夏に勝てないよ。っていうか、なんで装備つけてないの？それは駅員に変装。私の調査によると、君はサラマンダー。夏は乗る。さっきの様子を見る限り、夏が依頼所にあるサラマンダーじゃないなら、もう一人のサラマンダーが犯人ってこと？サラマンダーのことは魔法屋の店主にでも聞け。俺は魚のことしか知らねえよ。本当はおいくらかしら？素敵なおじ。それはこのサラマンダー様よ。早く行こう。町の人たちの様子がおかしいみたい。イグニール。ちょっとあんた失礼じゃない？サラマンダー様はすっごい魔導士なのよ。謝りなさいよ。カリューの暴行。俺はフェアリーテイルの魔導士。まあまあ、君たちの熱い歓迎には感謝するけど、僕はこの先の港に用があるんだ。失礼するよ。夜は戦場でパーティーをやるよ。さっきはありがとね。お礼にお昼一緒にどう？なるほど。てっきり。あ、人間じゃねえよ。そんなの巻き殻じゃなかった。私はそろそろ行くけど、ゆっくり食べなよね。あー、やめて。恥ずかしいから。確かあのサラマンダーは船でパーティーを開くって言ってた。さすがサラマ。あいつらを全員。今の話詳しく聞かせてもらうよ。ここ当たり前じゃない。だってサラマンダー。まずい。女の子たちが船に。このままじゃ間に合わないわ。誰かに手伝ってもらわなくちゃ。探したわ、夏。あいつだ。俺たちの秘密を知られたら大変だ。逃がすな。
どうな、フェアリーテールの魔導、あ、待って、行っちゃった。私は自力で船に乗るしかないか。あのパーティーなら参加できるのは女性だったよ。ここに女性に変身できる。どういたしまして。魔法教室に戻ったら、うん、ダメだ。ルーシー、細かい話は後回しっぽいね。逃げよう。夏は戦えない。ここは小僧、その船に勝手に乗ってきちゃいかんだろう。ああ、プロミナンスタイプーン、カリューのスロコー、手加減をします。開け、ジンバキューの扉。プロミナンスタイプーン、カリューのスロコできれた。依頼も終わったし、一度魔法教室に戻ろうかな。先生たちもいるだろうし。私の力で一瞬で魔法教室に帰らせるよ。さあ出発だ。やっと戻ってきたか。初めての依頼はどうだった？無事に帰ってこられたんだ。ちゃんと復讐をしておけ。とっさの時に慌てることのないようにな。よくやった。魔法は練習。そうだ、ギルドに加入してみないか。ギルドの仲間と高め合うのも強くなるための良い方法だぞ。なんだか最近表現の雑用が。私から光栄な依頼を君にまく。この壁をきれいにしてくれないか。ここには私の似顔絵が描かれているんだ。それなのに壁が汚れてしまって見えない。このままだ未熟なタッチだが、私ここに重要な手紙が数通ある。必ず自分の手で受け取り人のところに届けてくれ。おお、これはご苦労様。
様。確かに受け取りました。ご苦労様。準備できたぞ。まずい。人は評議員の手紙を配達してんだろ。あいつら、俺たち闇フィールドの包囲討伐計画を立ててんじゃないだろうな。おとなしく手紙を渡せ。闇ギルドに襲われた？親友同士のパーティーを邪魔しようというのか、闇ギルドめ。よくぞ任務をや、前に与えた仕事はよくこなしてくれたな。今回は特別に治安維持という重要な任務を与えよう。評議員の規則に違反した。規則違反をした魔導士ギルドか。さっき大聖堂の近くで怪しい魔導士を数人見かけたよ。そっち行ってみたら？大スパイ、なんでこっち見てんだ。なんでその目は。やるつもりかよ。ワイドスライディング。手加減をしない。カリュウの欲がね。スナイパーライフル完走。ありがとうございます。おかげで彼らはもう来なくなるはずです。頑張って。氷漬けになった男が町で暴れ出して手がつけられないんだ。そしたら変な男が現れ俺のパンツを奪っ。こっそ絶対に許さねえぞ。Oh!
カリューの欲がね、助けてくれてありがとう。あの大男を凍りつかせた相手というのも心当たりがあるんだ。依頼は完了したか。ご苦労だった。もう行って構わないぞ。私たちはパーティーをやってるから邪魔しないでくれ。ルシーがいるんだよね。会いに行こうかな。さ、昼間からピーピーギャーギャーガキじゃあるまいし、男なら拳で勝てない。ベルザスコーレス、マイル。そいつは俺にやらせてくれ。売らない。ワイドスナイピング。手加減をしない。トルネードショット。開け、砲兵級の扉、スマッシュエリア、ワイドスライディング。またやっわしだ。よし、仕事にでも行くか。あら、まためちゃくちゃになっちゃった。片付けを手伝ってくれない？もうこんな時間。やることもあるし行かない。もう行くの？手伝ってくれてありがとう。いつでも遊びに来て。ちょうどいいところに野獣の群れが街中に入ってしまった。このままだと住民たちが危ない目に遭うかもしれないから、一緒に追い払ってくれ。助かったよ。魔法教室の先生から何か用があるみたいだ。魔法教室に戻った方がいい。やっと帰ったか。俺が出した魔法教室からの依頼があるんだ。若い時の苦労は勝手でもしておけ。将来役に立つぞ。